ホテル阪急エキスポパークは、大阪府水田市に、かつて存在した阪急阪神グループのホテルである。旧称は、ホテル大阪サンパレス。建物は、万博記念公園内の大阪モノレール、万博記念公園駅そばに所在する。雇用保険事業として整備された勤労者福祉施設の、一つ、大阪勤労者職業福祉センター、大阪サンパレスとして開業。 財団法人日本版国博乱会記念協会が用地を所有し、雇用促進事業団が施設を設置した。建物は鉄骨鉄筋コンクリート造りで、ホテルが地上7階、地下1階建て、会館が地上3階、地下1階建て。宿泊施設のほか音楽スタジオ、会議室、宴会場、ホール、フィットネススタジオ、屋内プールを備えていた。 大阪勤労者職業福祉センター、大阪サンパレス時代の施設概要は以下の通り。その後、政府は勤労福祉施設の廃止、譲渡を決定。大阪勤労者職業福祉センターは、大阪府の外閣団体である、財団法人大阪勤労者職業福祉センターへ1990年3月に譲渡された上で、ホテル大阪サンパレスとして開業した。 しかし最終的には経営に行き詰まったため2004年4月1日に第1阪急ホテルズによりホテル阪急エキスポパークとしてリニューアルオープンした阪急阪神ホテルズは2019年7月1日賃貸借契約が満了することを理由に2020年2月29日をもってホテル阪急エキスポパークを営業終了することを発表 予定通り2020年2月29日をもって営業終了した。2019年9月17日、大阪府は跡地に多目的アリーナ施設を整備する計画を発表。2025年日本国際博覧会までの開業を予定するとし、吉村博文大阪府知事は横浜アリーナより大きい施設にしたいと記者会見で抱負を語った。 2021年現在、大阪府が事業主体となる万博記念公園駅前周辺地区活性化事業として計画が進められている。北緯34度48分15.74秒、東計135度31分47.72秒、北緯34.8043722度、東計135.5299222度。 3 4 8 0 4 3 7 2 2 3 5 5 2 9 9九2 2 2ありがとうございます。